トランプ大統領は就任以来、米国第一を掲げて、ですね、米国の内側を見た外交政策というのを世界中で展開してきましたけれども、際立つ特徴が、イスラエル寄りの姿勢とイラン敵視の姿勢です。<music> エルサレムに大使館を移すというのを大,大統領選挙の時から公約に掲げてきましたこの局面でこの決断を下したのは就任から1年を迎えて自身の支持率が低迷し今後の秋に控えている中間選挙を見据えて支持者をつなぎ止めるといった狙いがあったと考えられますエルサレムという町は1平方キロメートル四方の中にユダヤ教 キリスト教さらにはイスラム教の聖地が集中しています歴史上この町の貴族をめぐって何度も衝突が繰り返されてきました東エルサレムという町は将来のパレスチナ国家の首都であるとパレスチナ人が主張していますイスラエルの併合及び首都宣言に対して国際社会はこれを認めずすべての国がテルアビブに大使館を置いてきましたしかし1993年 パレスチナ暫定実践宣言オスロ合意という合意が成立しいわゆる二国家共存を和平の原則とすることを確認しエルサレムの帰属については当事者が話し合いで解決するということを確認しましたいわゆるオスロ合意をお膳立てし仲介してきたのが米国だったんです今回のトランプさんの決断は審判がイスラエルに肩入れしゲームができなくなってしまう。 そういう状態を招いてしまったんですね今後の和平交渉2014年を最後に途絶えているんですがますます再開は難しくなってくると思いますアメリカの中東介入に対して反発しているイスラムの過激派こうした勢力に対して格好の口実を与えることになりかねません2015年にアメリカイギリスドイツフランス さらには中国、ロシアこの6か国がです、ね、イランとの間でイランが進めている核開発を制限する代わりに米欧がイランに対して課してきた経済制裁を解除するいわゆるイラン核合意というのを交わしました。 これによってイランは長年の孤立から脱却しその足がかりをつかんだはずだったんですけれどもトランプ大統領は大統領選挙戦の最中からイランの核合意は最悪の合意であると主張してその破棄を求めてきました。1月ととりあえず今回はは延長するという形でトランプ大統領は受けけ入れれましたけれども その代わりにミサイル開発や他国への干渉ということを理由にイランへの制裁を強化しようとしていますイランにとっては実は大きな足枷になりかねない状況なんですねトランプ大統領は次の核合意を続けるかどうかの判断を5月に下しますイランの核合意を破棄したとするとますますイランの困窮は強まり不安定化が加速するかもしれませんアメリカにはイランや リビアといった国々に対して投資する企業に制裁を加えるという法案が昔から存在してきました実際イランと取引をする企業に対して金融上の制限等が加えられるんじゃないかということを日本の企業も含めて強く心配していますその動向がなかなか読めないというところにトランプ政権の中東政策の怖さがあるんだと思います 日本は中東に石油をを依存ししままた大きなビジネスをしています中東が不透明感を増しますとこの地域の安定が損なわれ日本のエネルギー安定調達やテロの拡散こういったことに日本の企業や旅行者 そういった方が巻き込まれる可能性があります年末から年初にかけて中東の不透明感がですね原油相場に影響して三年ぶりと言われている1バレル60ドルを超える水準で推移していますこうした形で日本への経済活動もしくは将来の治安安定そういったことも日本は無関係でいられなくなってくるんだと思いますどちらかに組みするのではなく どちらの宗教どちらの文化に対しても理解をするということが国際的にビジネスをしていく上で日本の企業にとっては非常に重要なことなんだと思います。